はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、ちょっとですね、本日2月28日トイストーリーが、地上波放送ということで、先週ねリメンバーミー、放映されましたよね。はい。でまあそれに伴ってですね、豪華報酬がもらえたということで、今週はもしかしたらねまたもらえるかもしれないということで、まあちょっとね動画にしております。で今回はねちょっと軽く喋りながら、やりますけれども、ほぼノー編集だと思いますけれども、ちょっとですね、ご了承ください。ではね早速、見ていくんですけれども、2020年2月28日地上波放送ということで、トイストーリーがね、初代ですね、第1弾のトイストーリーが放映されると。でまあこれ放映される理由が2分の1の魔法ということで、まあ3月にね、初上映上映されるんですけれども、まあ、これのね関連のピクサー動画映画ということで、地上波でね放送しているというところです。でまあ3月13日にもですね、トイストーリー2が、放映されるんですけれども、今回はトイストーリーの第一弾ということです。でこれにちなんでですね、リメンバーミーの時に、起こりました報酬が、もしかしたら来るかもしれないということで、とても楽しみでございます。でちなみに前回はね自分スキチケとか、ミゲルの曲付きが来るんじゃないかなっていう予想はしたんですけれども、今回どうですかね、トイストーリーとかだとワンチャンゲリラピックアップガチャとかもね、考えられるんじゃないかなと、思います。でもねっていう感じですよね。はい。とりあえずね、つむつむの公式 LINE からですね、連絡が来ればいいんですけれども、ちなみに、ですね、前回の、これ、見て、この後、先週の話なんですけれども、この後夜9時から日本テレビ系金曜ロードショーにて、リメンバーミー、地上波初放送ということで、自分で見ましたけど、めちゃめちゃ楽しかったです。はい。皆さんもね、ぜひとも見ていただきたいです。とてもいい映画でございます。だから、アカデミー賞も取ってるらしいですよ。はい。で、この下見ていただくと分かる通りですね。この後夜9時から日本テレビ系の金曜ロードショーにて、リメンバーミーが、地上波初放送。放送が終わったら LINE ディズニーつむつむでいいことがあるかもということで告知が来ております。はい。で、そのね、講師がなんとこれなんですよ。ハート5個という、激しょぼな、激しょぼな放送。報酬ではございましたけれども、今回は、トイストーリーということで、去年かな一昨年か、ゲリラピックアップガチャでアラジンが来たという、アラジンのピックアップガチャが来たので、その関連でもしかしたらピックアップガチャが来る可能性もあるかなということです。とりあえずね、夜、楽しみにお待ちしていましょう。で、皆さんぜひね、こちら結構ね再生されてめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、豪華報酬ありがとう、衝撃すぎて反応がっていう、このちょっと見づらいと思うんですけど、はい、サムネがあるんですけど、これをねぜひとも見ていただきたい。なんと 8.6万回再生されていると。はい、ということで、皆さんもねこちらの動画ぜひチェックしてみてください。ということで、自分が喋りたいことは全部喋れたかな。ということで、おそらく何かがあるとすれば、8時にもしかしたらピックアップガチャのゲリラが来るかもしれないと。で、それはね、多分公式からも、おそらく、通知が来ると思います。で、またこういうふうに、リメンバーミーみたいな報酬が来るとすれば、こうやって8時半ぐらいかな、こうやって、また通知が来るかなというところですね。ちょっとちなみにツイッターの方を見ていきますか。ツイッターの方にもしかしたら情報が来ているかもしれないということで、つむつむ。いや、これツイートだった。間違えた。検索だよ、検索。OK。
特にないですね。3日前にステッカーブックのイベント開催のやつですね。はい、それしか来てないかな。という感じです。他は特に目ぼしいツイートもないというところになっております。はい。ということで、まあちょっと、内容としては、短いですけれども、ぜひ私の、ツイッター、フォローお願いいたします。メイダヨーという、アットマークメイダヨーという、ツイート、ツイッターになりますので、ぜひとも、はい。結構ね、たまにですけれども、ツイートしておりまして、まあ、これからこういう動画あげますよとか、まあ、動画の告知もしてますので、ぜひとも皆さん、ツイートのフォローをお願いいたします。はい、こんな感じでね、たまにね、ちょっとね、YouTube とかは関係ない、まあ、プライベートなこともたまにツイートしたりしますけれども、まあ、その辺もね、はい、してますので、ぜひとも、フォローの方もお願いいたします。そしてですね、私のチャンネル、YouTube チャンネルですね、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いします。まあ、1.61 万人なんですけれども、はい。自分、6月21日に、YouTube の動画投稿とかしてですね、2年になりますので、まあ、そこまでにできれば2万人行きたいなと思ってますので、皆さんご協力、そしてこれからもずっとよろしくお願いいたします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。